県内で今日、新たに652人が新型コロナウイルスに感染したことが確認されました。3週ぶりの増加です。感染が確認されたのは、仙台市が353人、名取市36人、石巻市32人、多賀城市29人、岩沼市27人など、合わせて652人です。 このうちの7割以上にあたる469人が感染経路不明です。年代別では10歳未満が最も多く128人、10代が126人、20代が80人、30代が127人、40代が109人などとなっています。先月からの土曜日の感染者は664人、771人、600人、564人、 652人と推移し、3週ぶりに増加に転じました。